コロナウイルス治療薬について徹底的に解説いたします。ようこそ薬剤師の不正管理のハービーです。本日も動画を見てくれてありがとうございます。今回のこちらの動画ではコロナウイルス治療薬についてやっていきます。最近薬局で仕事をしていると1日に1人以上はコロナウイルスの陽性患者さんを見かけますね。今後も流行が予想されますので、ここらで治療薬をまとめていきたいなと思います。動画の流れなんですけれども、保険適用のあるコロナウイルス治療薬を4種類開発順に解説いたします。作用機序、用法用量であるとか、それぞれのお薬に特徴的なところをご紹介していければなと思います。この動画を通して皆様と知識を深めていければ嬉しいです。本日も全力で動画を作っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。それでは本日も行ってみましょう。 On your mark。それでは早速中身に入ってまいりましょうか。一つ目ですね、コロナウイルス治療薬、一つ目がベクルリーでございます。こちらのお薬は点滴常駐剤になりますので、薬局で見かけることはほぼないんじゃないかなと思います。成分名がレムデシビルで、もともとこちらのお薬はエボラウイルスの治療薬として開発されてたんですけど、コロナウイルスにも効果を示すというところで2020年5月にですね、日本では特例承認をされました。まず用法用量に関してなんですけど、成人に対しては1日目のみ 200mg を点滴常駐いたしまして、その後は半分の量 100mg で点滴常駐をします。一般的には5日以内に投与が終わるお薬なんですが、重症な患者さんであるとか、あんまり効果を示さない患者さんに対しては10日間ね、投与が認められているお薬になります。小児の方にも一応有益性を考慮して適用がありまして、体重 1kg あたりで投与量が決まってるんですけど、1日目だけ多い量を入れて2日目以降は半分の量にするといったような用法用量の設定になっております。お次は作用機序についてなんですけど、これ一言で言うと RNA 依存性 RNA ポリメラーゼ阻害薬になります。これ名前がめちゃめちゃ長いんですけど、分かりやすく例えるとドミノに例えることができます。皆さんドミノするときに間違えて倒しても大丈夫なようにドミノを横にしてストッパーを作ったりしますよね。このストッパーの役割をするのがレムデシビルみたいな感じなんですよね。そもそもウイルスって自分たち自身単体で数を増やすことはできず、感染先の細胞の機能を借りて自分たちの数を増やしてるんですよ。これすごくないですか？イメージ的には寄生虫みたいな感じなんですけど、人に感染している場合であれば人の RNA の情報をもとに自分たちの RA を作ってるわけなんですよね。怖くない？作用機序の詳細をお伝えすると、レムデシビルが体内で活性型になって、我々が持っているアデノシン三リン酸とめっちゃ似てる構造になるんですよ。でこの構造を見ていただきたいんですけど、どうですか皆さん、めっちゃ似てませんか？でこのレムデシビルの活性体をウイルス由来の RNA ポリメラーゼが自らの RNA に間違えて取り込んでしまって、複製反応がそこで止まるわけなんですよね。まあ、要するに偽物をポンって入れて複製を止めているんですよ。この作用機序についてでは薬剤師国家試験の薬理の内容とかでも出てくるんじゃないかなと思いますので、覚えておいていただければなと思います。ということで、コロナウイルス治療薬一つ目がベクルリーでした。それでは続いて2つ目ですね。コロナウイルス治療薬2つ目がラゲブリオになります。こちら成分名がモルヌピラビルというお薬でして、コロナウイルス治療薬では世間的にも一番有名なお薬なんじゃないかなと思います。薬局でもよく目にしますね。2021年にラゲブリオのカプセルが発売されたんですけども、最近2025年の5月にですね、ラゲブリオの錠剤が出ました。このカプセルと錠剤で飲み方が違いますので注意が必要でございます。まず用法用量に関してなんですけど、カプセルの方は1回に4カプセルを1日に2回、要するに1日8カプセルですね。結構の量多いですよね。これを5日間になります。で、錠剤がこれ改善されていて、1回に2錠を1日2回になります。要するに1日に4錠になりますね。これを日数は同じで5日間服用する飲み方になります。このラゲブリオはハイリスクの軽症から中等度のコロナウイルス感染者に対して使われます。お次は作用機序についてなんですけど、先ほどのレムデシビルと同様で RNA 依存性 RNA ポリメラーゼ阻害になります。レムデシビルとは若干違うところがあって、このモルヌピラビルに関してはアデノシン三リン酸の類似構造ではなくて、
七人三輪さん、ウリ人三輪さんの類似構造を活性体が持っております。こちらをウリ人三輪さん、七人三輪さんと見間違えてウイルス由来の RNA ポリメラーゼが自分たちの RNA に取り込んでしまって複製エラーが起きて増殖を防げるというわけなんですよね。そしてこのラケブリエに関しては調剤監査服薬指導で覚えてほしい大事な点が3つあります。それは併用禁忌がないということ、お薬自体がかなり高価であること、飲むのが大変ということであります。まず一つ目の併用禁忌がないっていうのは、他のコロナウイルス治療薬は一緒に飲めないお薬がたくさんあるものがありますので、ここがまず強みという点。二つ目の高価なお薬であるということは、これね、5日間飲むと3割負担で約3万円のコストがかかるんですよ。ドクターからおそらくね、値段に関しては言われてると思うんですけど、万が一効いてない場合とかは値段が高いので飲むのをやめるっていう患者さんもいますので、コストに関してはしっかり服薬指導の時点でお伝えするということ。そして3つ目の飲むのが大変っていうのは、さっき説明したカプセルは1回に4カプセル、錠剤が1回に2カプセルで、まあどちらも若干飲む量が多いのが大変っていうのはあるんですけど、ラゲブリオは患者さんに渡すときにボトルごと入って渡すんですよ。さすがアメリカで開発された薬だなと思うところなんですが、このボトルの構造が特殊になっていて、普通に回しただけでは空振りしてしまって開かない構造になってます。ロック式になっておりますので、開けるときはボトルを持って手で蓋を押さえつけながら回すと開くようになっておりますので、この説明が必要っていうのと、開けられたとしてもボトルに銀紙が貼ってあって、この銀紙もかなり硬くなっておりますので、スプーンの裏側とかでつついて開けたりするんですよね。力のないご高齢の方とかだと開けるのが大変だなと思いますので、服薬指導の時点でちゃんと教えてあげた方がいいんじゃないかなと思います。ということで、コロナウイルス治療薬2つ目がラゲブリオモルヌピラビルに関してでした。それではここから後半戦になります。皆さん最後まで頑張ってください。コロナウイルス治療薬3つ目がパキロビッドになります。こちら成分名が2つありまして、ニルマトレルビルとリトナビルという2つの成分が含まれております。用法用量に関してなんですけど、12歳以上かつ体重40キロ以上の方に対しては1回3錠を1日に2回、要するに1日に6錠を5日間になります。腎障害のある方は量を減らすというところなので、1回に2錠を1日2回、要するに1日4錠を5日間という風になります。パキロビットのデザインを見ていただきたいんですけど、このような感じになっておりまして、こっち側が朝飲むやつ、こっち側が夜飲むやつですよみたいな感じで分かりやすくなってるので、ここが患者さんに対しても優しい点なんじゃないかなと思います。お次は作用基準についてなんですけど、これ結論申し上げるとプロテアーゼ阻害薬になります。プロテアーゼ阻害薬って何っていう話なんですけど、これはタンパク質分解酵素を阻害するというわけでございます。そうですね、分かりやすく例えると料理に例えることができて、皆さん料理をするときって包丁を使って、まあ、野菜であるとかお肉を切って料理を進めますよね。その包丁を止めてしまうと料理の完成ができないじゃないですか。ウイルスはポリタンパクって言って、自分たちのタンパク質を細かく切断していくことによって自分たちのパーツを作ってるんですよね。この切断しているのがプロテアーゼなんですけど、この切断しているプロテアーゼを阻害してタンパク質を細かく分解できないようにするっていうのがプロテアーゼ阻害薬になります。ちなみに今お話ししたプロテアーゼ阻害作用のあるものはニルマトレルビルの方でございます。もう一つの成分リトナビルに関してはプロテアーゼ阻害作用はありませんのでご注意ください。じゃあなんでこのリトナビルは含まれているのっていう話をすると、ニルマトレルビルの増強因子ブースターの役割として含まれております。リトナビルって一世代前までは C 型肝炎とかに使われてたんですけど、今は単体でウイルスに対して使われることはないんですよね。コロナウイルス以外には HIV に対してもブースターの役割として用いられることがあります。そしてパキロビッドに関しても覚えてほしい性質3つございまして、併用禁忌のお薬がめちゃめちゃ多いというところ、コストがかかること、妊婦に対しては有益性を考慮して投与することができるということでございます。まずこの併用禁忌っていうのが一番大事で、このニルマトレルビルっていうのは我々の体内に存在している代謝酵素 CYP3A と P 糖タンパクを阻害しますので、併用禁忌のお薬が多くなります。特に CYP3A を強く阻害するということで使えないお薬がたくさんあるので、ここはね、監査の際に注意が必要ですね。お次はコスト面に関してなんですけど、さっき説明したラゲブリオと同じぐらいの値段で約 3,000
3割負担で3万円ぐらいのお金がかかりますので、ここはね患者さんにちゃんと説明した方がいいっていうのと、3つ目の妊婦の方に有益性投与というところで、唯一飲み薬のコロナウイルス治療薬で妊婦の方に、まあ、有益性を考えて使うことができるのがパキロビッドになりますので、ここは薬剤師の皆さんにとっては重要な情報なのかなと思います。ということでコロナウイルス治療薬3つ目がパキロビッドに関してでした。それではこれで最後になります。コロナウイルス治療薬最後4つ目がゾコーバ錠でございます。こちらの薬品は2022年に我が国日本で開発されたコロナウイルス治療薬になります。さらに日本で全てのお薬を含め一番最初に緊急承認が認められた医薬品なんですよね。使われ方としては他のコロナウイルス治療薬と比べるとハイリスクでない方に使われているパターンが多いかなと思います。そうですね、イメージ的にはご高齢の方ではなくて若い世代の比較的リスクの少ない軽症から中等度の患者さんに対して使われることが多いんじゃないかなと思います。成分としては塩シトレルピルを含んでおりまして、こちら作用基準がさっき説明したパキロビッド、ニルマトレルビッド同様でプロテアーゼ阻害薬となっております。薬学生の方は覚えておいてほしいんですけど、コロナウイルス治療薬に関してはなんちゃらトレルビルという風に来ましたら、これはプロテアーゼ阻害薬になるんだなという認識でいいんじゃないかなと思います。用法用量に関してなんですけど、このゾコーバに関しては1日1回になりますので飲むのが楽になっております。ただ1日目だけ1回に3粒飲むお薬で、2日目から5日間は1回1錠になってるんですよね。このヒートを見てもらうと分かりやすいと思うんですけれども、1日目と2日目から5日目に飲む量っていうのが3錠と1錠で変わってきますので、ここは皆さん患者さんにねしっかり説明していただくのが大事なんじゃないかなと思います。そんでこれを踏まえた上でゾコーバで覚えてほしい特徴3つあるんですけど、併用禁忌のお薬がめちゃめちゃ多いということ、飲みやすいということ、コストが比較的安いということでございますね。併用禁忌はパキロビッド同様に CYP3A を強く阻害いたしますので、飲めないお薬がたくさんあるということで薬剤師さん注意が必要でございます。2つ目の飲みやすいっていうのが、1回量はちょっと気をつけなくてはいけないんですけれども、他の経口投与薬と比べますと1日1回になりますので飲みやすいですよね。そして最後のコストに関するところなんですけれども、こちらは3割負担で1万5000円くらいになりますので、他のコロナウイルス使用薬と比べると半額以下になっているんじゃないかなと思います。ということで最後コロナウイルス治療薬4つ目がゾコーバでした。はい、皆さん本日もここまで見ていただきありがとうございます。非常にお疲れではあると思うんですけど、最後にまとめをやらせてください。こちら表を作ったんですけれども、まずは一番上、用法用量のところですね。どのお薬も処方日数に関しては5日間のものがほとんどです。ゾコーバに関しては1日1回なので服用が楽ですよね。ただ1日目と2日目から5日目に関して飲む量が違いますので注意が必要です。パキロビッドに関してはほとんど1回3錠なんだけれども、腎機能によっては1回2錠になりますよというところ、ラゲブリオに関してはカプセルと錠剤で1回量が変わってくるのが注意が必要です。ビクルリーは体重が 3.5 キロ以上で量が決まっていたりするので、小児の方に対しては有益性を考えると使いやすいお薬になります。お次は作用基準のところ、 RNA 依存性 RNA ポリメラーゼ阻害薬かプロテアーゼ阻害薬に分けることができます。成分をご覧いただくと、なんちゃらこんちゃらトレルビルときましたらプロテアーゼ阻害薬になりますので、特にここは薬学生の方はね覚えてほしい内容になってます。そして下の段コストのところですね、このコストに関しては我が国日本メイドインジャパンで作られたゾコーバに関してが一番お安くなっておりますので、ここも覚えておいた方がいいんじゃないかなと思います。最後にそれぞれのお薬の特徴についてなんですけど、ラゲブリオに関しては飲むのが大変だし開けるのが大変そうでしたよね。蓋はちゃんと押さえて押さなくちゃいけないし、銀紙がついておりますので、ここもね強く押さないと開かない構造になっているんだよということ。パキロビッドに関しては経口投与薬で唯一妊婦の方に有益性投与が認められているお薬ですので、ここは重要なところになるんじゃないかなと思います。あとは併用禁忌のところですね、プロテアーゼ阻害薬に関しては CYP3A を強く阻害しますので、併用禁忌がたくさんあるというところに注意が必要でございます。このような感じで同じコロナウイルス治療薬であってもそれぞれ特徴がありますので、薬剤師としては抑えておくべき点かなと思います。
。今後もですね、このチャンネルを通して皆様と一緒に医薬品の知識を深めていければ僕は嬉しいなと思います。最後に宣伝にはなるんですけれども、私管理人のハーフィーはフリーランス薬剤師に特化した人材紹介会社、株式会社 T-HARF 運営しております。薬局経営さんは薬剤師様で興味ある方いらっしゃいましたら、概要欄の方にリンクを貼らせていただきますので、お問い合わせお待ちしております。ということで、本日の動画いいと思っていただけた方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れでした。